ハラ・ハムレットは1589年以前、すなわちシェイクスピア作のハムレット以前に存在したと考えられる作者不詳の儀曲の弁宜上の名称である。シェイクスピアも先行するこの劇を参考にハムレットを表したと考えられている。1589年、劇作家トマス・ナッシュはロバート・グリーンのマナファンの女に次のようなことを書いている。 ろうそくの光のそばで読まれた英訳のセネカは血は物乞など多くの良い名言を生み出した。そしてもしあなた方が凍るような朝に恐怖を懇願するなら彼はもろもろのハムレットを与えることができようし私は少しばかりの悲劇的セリフを言うことになろう。工業主、演出家のフィリップ・ヘンズローの日記には1594年に ハムレットが上演されたという記述があり、また1596年には、医師トマス・ロッジが、劇場で哀れに泣く亡霊、柿売りの女のように、ハムレット復讐せよ、と書いている。ナッシュは先と同じ文章の中で、トマス・キットにも言及した。キットは、ハムレットと類似性のある、スペインの悲劇を1582年から1592年の間に書いている。そのため、 トマス・キッドがハラ・ハムレットの作者だとする意見が多かった。ハロルド・ブルームら少数の研究者たちは、シェイクスピア本人がハラ・ハムレットの作者であり、ハムレットは作者自身が昔の作品を書き直したものだというピーター・アレキサンダーの説を受け入れた。アルフレッド・ケーン・クロスも何か新しい説がそれと正反対のことを示すまでは、1589年の ナッシュ及び1594年のヘンスローが言及した劇がシェイクスピアのハムレットに他ならないという説は当然と思われるとこの説を指示した。ハンストラトフォード派もハラハムレットなるものは存在せず、あの言及は一般に考えられている時期より早い時期にシェイクスピアのハムレットが書かれ数度かにわたって改定されたことを示す証拠に過ぎない。 と、この説を指示している。しかし、ハロルド・ジェンキンスはこの説を却下している。いずれにせよ、ハラハムレットは現存しないため、文体論的、言語学的比較は、不可能で、キットを作者とする証拠も、この劇が、シェイクスピア本人による初期のバージョンであるという証拠も、共にない。ナッシュ・クエテッド・イン・ジェンキンス、P83 ・ジェンキンス、P83 ・ジェンキンス、 Pe－ 八十三から四、ブルーム、ピアニッシモ、サーティン、三百八十三アルフレッド F、カリーノクロス、ザ・プロブレム・オブ・ハムレット、A ソリューション、ロンドン、マクミイラン、一九百三十六チャールトン・オグバーン、ジュニア、ザ・ミステリー・オブ、ウィリアム・シェイクスピア、カーディナル、一九百八十八、ピコグラム六百三十一。ありがとうございます。